海保の巡視船の中でも、最大級と呼び名の高い朝月が、無事に就役しました。今回は、この巡視船朝月について見ていきたいと思います。中国の艦艇が、日常的に出没して、一触即発状況の尖閣諸島ですが、その警備に、強力な味方が現れたと感じる人も多いのではないでしょうか。改めて言う必要はありませんが、尖閣諸島は日本固有の領土です。しかし、その近海では中国海警局艦艇がうろうろして、日本の領海への侵入を繰り返していることも腹立たしくも、紛れもない事実です。最近は、侵入させる船の数が増えていますし、行動範囲が日に日に拡大していることも明らかなのです。2021年11月12日、レ・イメイ型巡視船朝月が、山口県市下関市の三菱造船油浦工場から引き渡され、就役したという海上保安庁からの発表がありました。海保が保有する最大級の巡視船が黎明型巡視船で、朝月晴れ、イメイ型3番艦です。2019年2月25日に寄港、翌2020年12月15日に浸水後、偽装を進めていました。引き渡し式が終わって、海上保安庁の旗を掲げた朝月は、尖閣諸島を管轄する第11管区海所保安部石垣海上保安部に配属される予定ということです。ちなみに、黎明型巡視船の名前は、黎明、朝月など、気象に関した名前で統一されているようです。漢字で書くとれ、異名は黎明となり、明け方の意味だそうです。朝月は朝月で、明け方に空に残っている、月の意味だそうです。黎明型巡視船には、赤月という艦艇もあるそうですが、すべてが気象に関係した名前で統一されていることが、わかりますね。では、黎明型巡視船のデータを紹介します。基準排水量6500トンですから、大型艦艇の範疇に入るでしょう。全長 150.0m、最大幅 17.0m です。兵装としては、ボフォース70口径 40mm 単装機銃2機、20mm 多重心機銃 M61 バルカン2機を備えているほか、停船命令等表示装置、遠隔監視彩り小装置、遠隔放水銃なども備えているそうです。巡視船が大型化すると、積載量も増えますから、食料、備品などの量も増えます。すると、補給までの期間が長くなりますね。つまり航行期間も長くなるということです。また、大きい船体ですから、冬場に荒れる海域であっても、航行性能が安定することにつながります。その他のメリットとしては、搭載ヘリコプターを大型化できると同時に、搭載数を増やせるという利点も考えられます。と言っても、その分建造にかかる経費も増大化することになるのでしょうね。朝月に搭載されるヘリコプターは、チュラワシという愛称で親しまれている、ユーロコプター EC-225 シュペルピューマ向きタスが1機ということですが、格納庫や飛行甲板などに、最大2機は、搭載できる設計になっているようです。チュワラシという名前は、沖縄の言葉でビシーを意味する、チュラに、大空を力強く飛ぶ猛禽類、ワシを組み合わせたものです。さて、尖閣諸島の接続海域や日本領海にまで、侵入を繰り返す中国海警局の艦艇ですが、常時4隻で航行しているようです。最近は、艦艇数の増加だけでなく、船体の大型化も目立つようになりました。具体的には、5000トンから、
12000トン級のヘリコプター搭載哨戒船が送り込まれています。このような中国艦艇すべてに、76mm 速射砲や多数の機関銃が備えられています。つまり、重武装化された船ということです。これに対応する第11管区海所保安部には、尖閣領海警備船重部隊の1000トン巡視船が12隻配備されてはいるのですが、これらの艦艇は軽武装なので、中国艦艇と対峙するのは、なかなか厳しいものがあるというより、不可能とまで考えられるようにまでなっていました。第11管区海所保安部に、これまで配備されていた艦艇は、那覇海上保安部のヘリコプター搭載型巡視船ウル、マ、沖縄、琉球の3隻です。名前は、沖縄の地名に由来しています。これらの3隻は、シコルスキー S76D 中型ヘリコプター1機を搭載、運用する能力しか持っていませんでした。そこに、より、大型のヘリコプター2機を運用できる、朝月が加わったことで、海保では、沖縄周辺海域の警備救難能力が向上すると、大きな期待をかけているそうです。田代朝月、船長は、中国海警局の艦艇は、大型化や重武装化を進めて、強力になった。しかし、我が国の領土と領海を守り抜くため、現場では、冷静かつ、毅然と対応していきたいと発言しています。近年、南シナ海の領海化を目指した中国の海洋進出は、ますます露骨になってきました。南シナ海だけでなく東シナ海の尖閣諸島でも、海警局艦艇の G 活動が激しくなってきていますし、海上保安庁所有の巡視船の数では、対応が非常に難しくなっているようです。海保は、巡視船の数を増やして対応したいと考えているようですが、中国海警局艦艇は、年々大型化し、かつ重武装化の著しいので、日本と中国の力の差は、開くばかりでした。つまり、海上保安庁の負担が重くなる一方だったのです。そのため、防衛省防衛装備庁は、海保の巡視船を支援する目的で、基準排水量1900トン、全長90メートルほどの哨戒艦12隻を建造すると決定、建造を担う国内企業の募集を開始しました。この哨戒艦の基本設計については、2022年度防衛予算に、4億円の概算要求を提出する予定とされています。運用の構想、哨戒艦の性能、搭載備品などの企画提案書を2022年3月までに提出し、5月には随意契約先の企業を決定するそうです。随意契約より一般契約の方がコスト削減につながるのではないかと思うのですが、国防に関わる重要で特殊な内容ゆえに随意契約にせざるを得ないのでしょうか。さて、一番艦の収益は2026年度ということですが、かなり急ピッチで作らないと間に合わないのではないでしょうか。当然原資は税金でしょうが、慎重に使ってほしいものです。この哨戒艦に関する防衛装備庁の要求内容は非公開ですが、尖閣諸島などへの対応を踏まえて、日本近海で長期間活動できる、航続力や乗員の居住性向上も合わせて要求すると推測されます。その他、海事の人員不足にも配慮した消費とかも当然求められると見られますから、現在、建造中のもが、身型護衛艦での精進化技術やノウハウを応用することで、数十人程度の乗員でも送還できることが要求されると思われます。武器などについては、企画提案書が採用されてから公表されると思われますが、日本の国内法上、海上保安庁は自衛隊以上に
武力行使が難しいと思われます。その海保の巡視艇を重武装した中国艦艇から守るために対艦ミサイルなどを搭載するとみられています。その他にも、レーダーやソナーの性能アップは言うまでもなく、無線通信についても高性能機器を備えて、巡視船との連携をより強化すると同時に、不審船を監視、追跡するため、無人機も搭載すると考えられます。2018年、平成30年、中国海警局は、中国中央軍事委員会管理下にある武装警察の管理下に入りました。以前は軍隊組織ではなかったのですが、これ以来、中国海軍省官が指揮を執る準海軍とも呼べるような組織になったのです。尖閣諸島に出没するか行け、医局艦艇は、海軍並みの艦隊行動で、接続水域や領海への侵入を繰り返しています。2年後の2020年11月開催された中国全国人民代表大会では、海峡法の改正案が提出され、2021年2月1日に施行されました。その内容は、外国船が中国の管轄する海域で違法に活動し、中国の停船命令に従わない場合は、武器を使うというものでした。尖閣諸島を中国領と言い張る中国国内法により、尖閣諸島で出漁している日本漁船や巡視船を海警局艦艇が攻撃する恐れが生じたのです。国内法ですから、国際的に通じる法律ではありません。何かあったら、世界的に批判されるのは中国です。しかし、国内法だろうと、お構いなく外国へ押し付けるのが、4000年の歴史を誇る中国ですね。ここで問題になるのが、武器を使用するか行け、医局艦艇に対して、海保の巡視船は、武器で反撃できないということです。その理由は、海上保安庁法第20条2にあります。他に手段がないと信じられる、相当な理由があるとき、事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器を使用することはできるが、外国船舶、軍艦、及び各国政府が所有し、または運航する船舶で非商業的目的のみに使用されるものを除くと規定されているのです。つまり、現状では尖閣諸島近海で日本漁船や自船が攻撃され、海上警備行動が発令されたとしても、相手が中国海警局艦艇だったら、巡視船は武器を使用できず、退避するしかないということなのです。しかし、これでは、漁業者にとっては、理不尽極まりないことです。命の危険を感じながら、漁業しても割に合わないと、廃業する人も出てくるかもしれません。だからこそ、海上保安庁法第20条2を改正し、海警局艦艇から攻撃された場合には反撃できるようにするべきという意見もあるのです。しかし、同調する動きはほとんど見られません。中国に対して強硬な言動を吐く国会議員も多いようですが、かといって自分が盾となって現場に出張るという気概を持つ議員はいないようですね。海自は自衛隊法の縛りがあるとはいえ、20条の2を改正したら、日本漁船や巡視船が攻撃を受けた場合、海上警備行動あるいは防衛出動によって武器を使用、海警局艦艇を攻撃することが可能になるのです。そう考えると、護衛艦より小回りが利く哨戒艦をなるべく、早く作って、海保の尖閣諸島警備のサポート体制を早く作り上げることが必要ではないかと考えられます。